怒りの拳を振るうナルトだったが、ハクはそれさえも退ける。しかし連戦により体は限界を迎えていた。その一瞬の隙をつかれ、ハクは致命的な一撃を受けてしまう。もはやナルトにかなわないと悟ったハクは己の最後を予感していた。一方、俺はザブザを徐々に追い詰めていた。奴のザブザの攻撃には明らかな迷いが感じ取れた。忍びの存在意義、そしてハクとのつながり、言葉では否定したとしても根底はそうではなかったのだろう。迷いを抱えるザブザは最後の抵抗を見せるが、そろそろ決着をつけようぜ、カカシ。ザブザ、もう終わりだ。俺はここで終わらん。終わるのはてめえの方だ。戦闘開始。終わるのはお前だ、カカシ。俺は さすがは忍び刀七人衆の一人、鬼人と恐れられた男。ザブザはその名に恥じぬ猛烈な攻撃を見せ、戦いは拮抗した。しかしその心の内は忍びの在り方について大きく揺らぎ、隙を生む。生じた隙を補うためにハクは命を懸けてザブザを守り、そして散った。ザブザの道具として生きていたハク、その死に対しザブザは表面的には冷静を保った。しかしザブザにとってハクの存在は決して道具ではなかった。この勝負の結末は見え始めていた。あとはザブザを仕留めれば全てが収束する。しかし事態はとある人物の出現によって急変した。ザブザの雇い主ガト、ハクを失い自らも負傷したザブザを使えないものと判断したガトは、
の用心棒を使いザブザブと俺たちを始末しようと考えていたのだ。抵抗するにも俺もナルトも皆のチャクラは限界だった。だが一人ザブザだけは裏切りの雇い主に向けその眼光を光らせていた。もはや動かない両腕、口に一つ苦難を加え、ザブザは僕が叶えます。感情は不要だが、どうやら俺も無理だったようだ。吐く。連れてってやるよ、あの子のもとに。カカシ。雪？悪いな、カカシ。ハク、泣いているのか？ずっと、ずっとそばにいたんだ。せめて最後も、お前のそばで。前と同じところに行きてえな、俺も。行けるさ、ザブザ。二人一緒に。